三教神大坂啓吉一。赤澤医師の経営する私立の病院は、M 市の郊外に近い小高い赤土山の上にこんもりした雑木林を背景に、火葬場へ行く道路を見下ろすようにして立っているのだが、それはもうかなり旧式の平屋建てで、立っているというよりは何か大きな雲でも這いつくばったという形だった。まったく悪いことは続けて起こるとはうまいことを言ったもので、今度のような世にも凶悪無残な惨事が持ち上がる以前から、もうすでに赤沢脳病院の朽ちかけた板塀のうちには、まるで目に見えぬ正気の湧き上がるように、不吉な空気がおいおい色を深め、虫のついた大黒柱のように、家ぐるみ、ひたむきに、没落の道をたどっていたのだった。もっとも、赤沢医師の持論によると、一体精神病者の看護というものは、もともと非常に困難な問題で、患者の多くは、しばしば、些細な動悸や、また、全く動悸不明に、暴行、逃走、放火などの悪性な行動に出たり、あるいはまた理由のない自殺を企て、つまらぬ感情の行き違いから食事拒否、服薬拒否などの行為に出て、患者自身は無論のこと、看護者に対しても社会に対しても、甚だ危険の多いものであるから、これを社会的な自由生活から隔離して、十分な看護と患者自身への精神的な安静を与えるためには、どうしても一定の組織ある病院へ収容しなければならないのだが、けれどもこれもまた一面から考えると、大体が精神病者というものは、普通一般の病人や怪我人と違って、自分自身の病気を自覚しないものが多いのだから、自分で自分の体を用心することを知らず、いつどこからどんな危険が降ってきても極めてのんびりしているから、その看護には特別な注意と親切が必要で、どちらかといえば病院のような大規模なところよりも、むしろ家庭のような行き届いた場所で少数の患者を預かり、いわゆる家庭看護を施した方が成績も良いわけだし、第一、看護の原則としても、一人の患者には、絶えず一人の看護者がつきまとっていなければならない、というのだった。赤沢院長の父祖というのは、さすがに、日本一の家庭看護の本場、京都岩倉村の出身であるだけに、いち早くこの点に目をつけた。そして互いに矛盾し合う二つの看護形式を折衷して、いわば、家庭的小病院というようなものを創立したのだった。けれども、一人の患者に限らず、一人の看護者を抱えておくという、これはなかなか経費のかかる病院だった。初代目はどうやら無事に過ぎた。が、二代目にはそろそろ経営難がやってきた。そして、三代目の当主に至って、とうとう、資材をほとんど傾けてしまった。新しい時代が来て、新しい私立の精神病院が出来上がると、その頃からただでさえ多くもない患者がめきめきと減っていった。勲章をぶら下げた将軍や偉大なる発明家たちが、賑やかに行き来していた描写を一人、二人と去って行くにつれて、今までは陽気でさえあった歌声も、なぜか妙にいじけた寂しいものになってきて、分けても風の吹く夜などはいたたまれぬほどの不気味さを醸し出し、看護人も二人、三人と逃げるように暇を取って、今ではもう50を越した老看護人が一人、辛くも居残ったほとんど引き取り人もないような三人の患者の世話を続けていた。もっともこのほかに、薬局生を兼ねた女中が一人いて、院長夫妻を加えて七人の男女が暮らしているわけだが、それとても荒廃しきったハゲ山の静けさを覆うには、あまりにも陰気な集まりに過ぎなかった。閉め切った窓に
蜘蛛の巣が張り、埃の積もった畳に青カビの生えたような空室が数を増すにつれて、赤沢医師の気持ちも隠しきれない焦燥に満たされてきた。いつからか凝り始めた盆栽の手入れをしながら、うっかり植木の新芽を摘みすぎてしまったり、正規の開診時間にひどい狂いが起きたりするうちはまだよかったが、やがてかさんだ苦悩の吐け口が患者に向けられて、この気違い野郎とか、貴様バカだぞ脳みそを詰め替えなくっちゃダメだなぞと無謀な言葉を浴びせるようになると、そばに見ていた看護人や女中たちは、患者よりも院長の方に不安を覚えて、そっと目を見かわしては苦い顔をするのだった。けれどもそんな時、患者の方は急に口をつぐんで、いつも教えられたように院長の言葉を聞き分けようとでもするのか、妙な上目を使いながら、のそりのそりと尻込みするのだった。三人の患者は、三人とも中年の男で、無論それぞれ本名があるのだが、ここでは特別な呼び名をつけられていた。すなわち、トントンというのは、一号室の男で、毎日病室の窓に寄りかかっては、火葬場へ行く自動車の行列を眺めたり、電柱のカラスを見つめたりしながら、絶えず右足のつま先で前のはめ板をトントンと叩く癖を持っていた。この癖は非常に必要で、だからトントンのいつも立っている窓の下の畳の一部は、トントンとやるたびごとの足裏の摩擦でガサガサに逆毛立ち、野原のようにほじくれていた。二号室の男は、断っておくが、患者が少なくなってから各室に散在していた三人の行人は、何かと看護の便宜上、最も母屋に近い、1、2、3号室にまとめて移され、4号室から残りの12号室までは、全部空室になっていたのだ。さて、2号室は、歌姫と呼ばれ、いい髭面の男だてらに女の着物を着て、可憐なソプラノを張り上げ、発狂当時覚えたものであろう古臭い流行り歌を夜昼なしに歌い続けては、我と我が手をバチバチ叩いてアンコールへの拍手を送り、送ったかと思うとケタケタと意味もなく笑い出したりした。次に三号室は、怪我人と呼ばれ、決してどこも怪我をしているわけではないのだが、自ら大怪我をしたと称して、頭から顔いっぱいに包帯を巻き、絶対安静を要する意味で、いつも部屋の中で仰向きに寝てばかりいた。たまたま看護人でも近寄ろうものなら、大声を上げてわめき出す始末で、他人の患部へ手を触れることを激しく拒絶するのだった。けれどもさすがに院長にだけは、神妙に身を任せ、時々包帯を取り替えてもらっては、かろうじて清潔を保っていた。以上三人の患者たちは、どちらかといえばみんな揃って温和な妖精の方で、赤沢病院が潰れようと潰れまいと、そのようなことには、とんとお構いなく、狭い垣の中で、毎日それぞれの営みにせっせと励んでいたのだが、それでもだんだん看護が不行き届きになったり、食事の質が落ちてきたりすると、陽気は陽気ながらも、一末の安永が気力にも顔色にも滲むように浮き出してきて、それが常にない院長の不況のかさみにぶつかったりすると、ひどく敏感に卑屈な反映を見せたりして、言うに言われぬ嫌な空気が、だんだん色濃く風のように湧き起こっていった。そしてその風はおいおいに強く激しくつむじのように巻き上がって、とうとう無残な赤沢脳病院の最後へ吹き当たってしまったのだ。それはなぜか朝から火葬場へ通う自動車の行列が頻繁で、絶えずハゲ山の裾が煙幕のような埃に包まれた暑苦しい日の朝だった。老看護人の鳥山宇吉は、いつものように6時に目を覚ますと、用事を加えながら
描写へ通ずる廊下を歩いて行ったのだが、歩きながら何気なしに運動場の隅にある板塀の裏木戸が開け放しになっているのを見ると、はっとなって立ち止まった。ここでちょっと説明させてもらうが、赤沢脳病院の敷地は総数550坪で、高い板塀に囲まれた内部には診察室、薬局、院長夫妻、その他家人の寄居するいわゆる母屋と、くの字に折り曲がった一棟の病舎が、150坪ほどの患者の運動場を中に挟んで三方に立ち巡り、残りの一方が直接板塀にぶつかっていて、板塀の描写寄りのところに今言った裏木戸が雑木林へ向かってしつらえてあるのだが、無論強靭の運動場へ直接続く木戸であるから、母屋の勝手口などと違って、表門同様に開放されるということは絶対になく、いつも固く錠が下ろされているはずだった。もっとも時たま院長がここから裏の雑木林へ朝の散歩に出かけたりすることがあるので、ふと思いついた看護人の鳥山宇吉は、それでは院長が出られたのかな、と思いながら、とりあえず木戸の方へ歩いていった。けれどもたとえ院長が散歩に出るにしても、大事な木戸を開け放しにするということは、少しの間といえども、決して許されないことだ。鳥山宇吉はそう思いながら、木戸まで来ると、立ち上がって不安そうに堀の外を見回した。誰もいない。雑木の梢で姿の見えない小鳥どもが、ピーチクピーチク、朝の歌を歌っていた。すると宇吉は、ふと、奇妙なことに気がついて、思わず、加えた用事を手に取った。いつも朝早くから歌い続ける、歌姫のソプラノが、そういえば今朝は少しも聞こえない。歌姫のソプラノどころか、あれほど必要で小うるさい、トントンさえも、どうしたものか聞こえない。がらんとした描写は、ひどく神妙に静まり返って、この明るさの中に死んだように不気味なしじまをたたえていた。全く静かだ。その静けさの中から、低く、遅くだが、おいおい、早く高く、宇吉の心臓の脈打つ音だけが聞こえてきた。こらぁ、どえらいことになったぞ。思わずつぶやいた鳥山宇吉は、みるみる顔色を青くしながら、そのまま丸くなって、描写の方へ駆け込んでいった。ガラガラ、バタンバタン。しばらくドアを開けたてする音が聞こえていたが、やがて悲しげな震える声が、先生、大変だと、四号室から一号室へ続く廊下を押し切って、まだ寝ている母屋の方へバタバタと駆け込んでいった。大変だ、大変です。患者がみんな逃げてしまいましたぞ。まもなく屋内が、びっくりした人の気配で急に騒がしくなった。先生はどうしました？先生は。向こうの寝室に早く起こしてください。向こうの寝室には見えません。いらっしゃらない？とにかく患者がみんな逃げちまいました。空室には全部いません。先生を起こして。その先生が見えません。やがて鳥山看護人と赤沢夫人、続いて女中の三人がしどけない姿で運動場へ飛び出してきた。大変だ、こうしてはいられない。宇吉を先頭にして三人の男女は早速病院の中から外の雑木林の中まで目を血走らせながら手分けで探し始めた。が、強人どもはいない。そして、間もなく人々は、今にも泣き出しそうな顔をして、裏木戸の前へ落ち集まった。でも、先生はどうしたんでしょう？女中がおどおどしながら言った。物音に驚いたカラスどもが、雑木の梢で
不吉な声を上げ出した。宇吉は膝頭をガクガク震わしながら戸惑っていたが、不意にかがみ込むと、おや、こいつは、と叫んで前のめりになった。なるほど、木戸のすぐ内側にはビール瓶のようなものがみじんに砕けて散らばっている。見れば、描写の便所に備え付けた防臭剤のガラス瓶だ。そして、その付近一帯にもう干からびて固くなりかかった赤黒い液体のしぶきが点々と目に突き出した。女中が黄色い声を張り上げた。鳥山、何か引きずった跡じゃない？赤沢夫人の指さす先の地面には確かに何か重いものを引きずった跡がぼんやりと描写の方へ続いている。そいつを縫うようにして赤黒い雫の跡がぽたりぽたり。三人は声を飲んで、まろぶように跡をつけ出した。すぐに板塀に沿って、描写の外れの便所へ来た。床板のないセメント張りの土間だ。だが、その土間を覗き込んだ三人は、瞬間、あっともぎゃっとも言いようのない恐怖の叫びを上げて、釘付けになってしまった。土間一面の血の海で、その血だまりの真ん中へのけぞるように倒れた人は、昨夜のままのパジャマを着た明らかに赤沢院長の無残な姿だった。結界の中に冷たく光っているガラス瓶のかけらでつけたものであろう、顔から頭へかけてものすごい書き傷がニコゴリのような血を吹き、分けても静止に耐えぬのは、額から頭蓋へかけてばっくり開いた大穴から、なんと脳みそが抜き取られて、頭の中は空っぽだ。取られた脳みそはどこへ行ったか、あたりには影も形もない。二、急報を受けた M 市の警察署から、司法主任を先頭に一帯の警官たちが、赤沢の病院になだれ込んだのは、それから20分も後のことだった。司法主任、吉岡警部補は、すっかり上がってしまった鳥山宇吉から一通りの事情を聞き取ると、とりあえず部下の警官を八方に走らして、脱走した三人の狂人の捜索逮捕を命じた。まもなく、検事局の連中がやってくると、直ちにテキパキした現場の検証や、予診判事の尋問が始まった。宇吉、赤沢夫人、女中の三人は、気も心も転倒したと見えて、最初のうち、しどろもどろな陳述で、係官を手こずらしたが、それでもだんだん落ち着くに従って、赤沢脳病院の現状から、あの忌まわしい雰囲気、院長のすさんだ日常、そしてまた、三人の狂人の特徴、性癖などについて、曲がりなりにも問われるままに答えていった。一方、警察医の意見によると、院長の死は午前4時ごろと推定され、その時刻には家人はまだ眠っていて、物音などは聞かなかったこと。院長はいつも早起きで、寝巻きのままで、体操や散歩をする習慣であったことなどなども分かってきた。一通りの調査が終わると、検事が司法主任へ言った。とにかく犯行の動機は明瞭です。問題は三人の気違いの共犯か、それとも三人のうちの誰かがやって、あとは戸が開いているを幸い、それぞれバラバラに飛び出してしまったかの二つです。ところで、犯人の逮捕に、警官は何名向けてありますか？とりあえず、5名向かわしました。5名？と、検事は顔をしかめて。それで、なんとか情報がありましたか？まだです。そうでしょ？ 5 名じゃとても手不足だ。だいたい、逃げ出した気違いは3人でしょ？それも隠れとるかもわからないし。言いながら検事は、ふと恐ろしいことに気がつくと、みるみる顔をこわばらせながら後を続けた。そうだ、この場合、
捕らえる捕らえないどころの問題じゃないよ。いやあ、こいつは大変なことになる。いいかね？犯人は狂人で三人。それもただの気違いじゃなく、突然凶暴化して何をしでかすかわからない連中なんだ。まったく。と、余震判事が青い顔して割り込んだ。そんな奴らが万一不女子の多い市内へでも逃げ込んだら、どうなる？恐ろしいことだ。と、検事は声を震わせながら司法主任へ行った。いや、まったく、ぐずぐずしてはいられない。すぐに警官を増援してくれたまえ。そうだ、全市の交番へも通帳して。吉岡司法主任は目の色を変えて、あたふたと、おもやの電話室へ駆け込んでいった。現場から警察へ、警察から市内の各交番へ。急に引き締まった緊張が目まぐるしく電話線を飛び交わして、赤沢脳病院の仮捜査本部は色めき立ってきた。まもなく増援されてきた警官隊は二手に分けられて、一部は市内へ、一部は脳病院のハゲ山を中心として郊外一帯へ、直ちに派遣されていった。けれども好ましい情報はなかなかやってこなかった。司法主任は苛立たしげに歯を鳴らした。まだこれ以上の凶悪な事件が持ち上がらないだけが、せめてもの幸せだった。だが、ぐずぐずしてはいられない。少しも早く逮捕して、惨事を未然に防がねばならない。そうだ、それにしても、もしも狂人たちが人を恐れてどこかへ身を隠したとしたなら、こいつはなかなか困難な問題だ。そう思うと、司法主任はいよいよじりじりし始めた。一体、狂人の気持ちとして、こんな場合、隠れるだろうか。いや、もし隠れるとしたら、一体どんなところへ隠れるだろうか。そうだ、こいつは、ちょっと専門家でなくてはわからない。昼になっても吉報がないと、主任は決心して立ち上がった。そして、本部を市内の警察署に移し、留守を署長に預けると、赤沢病院とは反対側の郊外にある、市立の精神病院へやってきた。恋に応じて、院長の松永博士はすぐに会ってくれた。ひどいことをやったもんですね。もうどこからか聞き込んだと見えて、あから顔の人の良さそうな松永博士は、そう言って主任へ椅子を進めた。実はそのことで、早速ですがお願いに上がりました。まだ三人とも捕まらないんですか？捕まりません。司法主任はにがりきって早速切り出した。先生、一体気違いなんぞ、こんな場合、隠れるでしょうか？それとも、さあ、捕まらないところを見ると、隠れてるんでしょうね。では、どんな風に隠れてるんでしょうか？何分危険な代物で、急ぎますので。すると博士は苦笑しながら、難問ですな。しかし、どうもそれは、その患者の一人一人について、細かに研究してみなくてはわかりませんよ。一般にあの連中は、試作も感情も低いんですが、しかし、低いながらもいろいろ程度があって、その一人一人には、それぞれ勝手な色彩の理屈があるんです。で、率直に、私の意見を申しますと、この場合、問題は、どこへ誰がどんな風に隠れたかということよりも、院長殺害が三人の共犯であるか、それとも一人の犯行であるか、という点にかかっていると思います。もし一人の犯行だったなら、その犯人は、ちょっと難しいが、少なくとも残りの二人だけは、今にきっと興奮が去って、腹でも空いたなら、その勝手な隠れ場所から、のそのそと出てきますよ。何？興奮さえ去ってしまえば危険はありますまい。が、しかし、これが共犯だと。博士はそう言って、椅子へ駆け直ると、急に熱を帯びた口調で、後を続けた。
共犯だと、ちょっと困るんです。と、言いますと、思わず司法主任が乗り出した。つまり一人の犯行だった場合に、その犯人だけがちょっと無事に出てきにくいと同じ理由で、三人の安否が気遣われるんですよ。わかりませんが、どういうわけで？主任は難しそうに顔をあからめた。なんでもないですよ。と、博士はにやりと笑いながら、これは私が薬屋から聞いたんですが、何でもあの赤沢さんは最近ひどく憔悴して、患者を叱るときに脳みそを詰め替えろというような無謀な言葉をよく使われたそうですね。それです。それが動機なんです。待ってください。それで私の一二度耳にした限りでは、確か脳みそを詰め替えろで、脳みそを取れではなかったと思います。いいですか？詰め替えろと取れとでは、だいぶ違いますよ。はあ。主任はわかったようなわからぬような生返事をした。博士はなおも続けた。ねえ、バカはバカなりにそれ相応の理解力があるんですよ。脳みそを詰め替えろ。と言われて、利口な人の脳みそを抜き取った男が、それから一体何をすると思います？主任は無言のうちに愕然となって立ち上がった。そして震える手で帽子をつかむと、思わず松永博士にぴょこんと頭を下げた。ありがとうございました。よくわかりました。すると博士は快活に笑いながら、いやあ、結構です。では、なるべく早く、そのかわいそうな気違いが、自分の頭を叩き潰して死ぬようなことのない先に捕まえてやってください。そう言って立ち上がりながら、博士は付け加えた。この事件には教えられるところが多々ありますよ。誰でも気をつけなければいけません。3精神病院を引き上げた吉岡司法主任は、それでもなぜか気持ちが楽だった。松永博士の教えに従えば、脱走した狂人が一般人へ対して暴行するという危険性がいくらかでも緩和されたわけだ。三人の狂人、あるいはそのうちの一人は、もう他人を傷つけることよりも、まず抜き取ってきた先生の脳みそを、自分のそれと取り替えることに夢中になっているのだ。だが何という気違いじみた恐ろしいことだ。吉岡司法主任は一つの不安が去った代わりに、もう一つの別の恐怖に冷や汗をかきながら本部に収まると、躍起になって捜査の采配を振り続けた。だが、さすがに専門家の鑑定は見事に当たって、やがて司法主任の努力は、だんだん報いられてきた。まずその日の夕方になって、脱走狂人の一人、歌姫が、とうとう火葬場の近くで捕らえられた。松永博士の水壇通り、興奮の静まった歌姫は、西の空が茜色に燃え始めると、火葬場裏の雑木林の隠れ家から、例の切なげなソプラノを歌い出したのだ。それを聞きつけた、気の利いた用心深い私服巡査の一人が近寄ってバチバチと手を叩いた。すると歌姫は瞬間歌い止んでしばらく疑るような沈黙を見せたが、すぐに安心したように再び悩ましげに歌い始めた。巡査はもう一度拍手を送った。今度はすぐにアンコールだ。再び拍手。そしてアンコール。果ては笑い声さえ漏れ出して、二人の距離はだんだん縮まり、案外わけなく捕らえられてしまった。女の着物を着た歌姫が自動車でステージならぬ警察へ連行されてくると、司法主任は誘約して尋問に取り掛かった。が、すぐにその相手が到底自分の手に負えられるようなただの代物でないことに気のついた司法主任は、松永博士のところへ電話をかけた。
博士は病院を引けてから見舞い方々、赤沢脳病院へ出向いていたが、主任の電話を受けるとすぐに来てくれた。そして事情を聞き取ると、真っ先に歌姫を捕らえた警官の基地を褒め上げた。いやあ、大変結構でした。とにかく、こういう人たちを扱うには、決して刺激を持ってしてはいけません。柔らかく、真綿で首を締めるように、相手と同じレベルに下がって、幼稚な感情や試作の動きに巧みに罰を合わせていかなければいけません。博士はそれから、歌姫を相手にして、しばらく妙な問答をしながら、それとなく鋭い目で相手の身体検査をするらしかったが、すぐに向き直って司法主任へ行った。この男は犯人ではありません。どこにも血がついていません。あれだけの惨劇を狂人がしでかして、こんなに綺麗でいるはずはありません。やはり、共犯ではなく、残りの二人のうちの誰かがやったんでしょう。とにかくこの男は、もう元の住みかへ返してもよろしい。そこで博士の指図通り、歌姫は無事に赤沢脳病院へ連れ戻されていった。そして司法主任は残るトントンと怪我人の捜査に全力を注ぎ始めた。ところがそれから1時間としないうちに松永博士の恐ろしい予言がとうとう事実となって報告されてきた。それは M 氏のバスへに近い、東と呼ぶ土工相手の名手屋のおかみが、夜に入って銭湯へ出かけようとして、店の縄のれんを分け上げた時に、暗い道路の向こうからよろよろとやってきた男があったが、近づくのを見ると、おかみはキャッと声を上げた。着物の前をはだけた中年の男で、顔中血だらけにして、両の目を異様に据えつけたまま、お地蔵様のように捧げた片手の手の上に何か崩れた豆腐のようなものを持って見るからに候々とした足取りで線路の方へ消えていったというのだった。それを東の女将から聞き込んだ警官の報告を受け取ると司法主任は青くなって立ち上がった。そして松永博士に同行を請うとそのままとりあえずバスへの名手屋まで車を走らせた。そこでおかみからもう一度前期の報告を確かめると、狂人が消えていったと思われる線路の方角一帯にわたって、急速な捜査をし始めた。ちょうどその頃、松永博士のいわゆる興奮の静まって腹のすく時期。とでも言うのがやってきたのか、市内を縦貫している M 川の付近で、もう一人の狂人が捕らえられた。顔から頭へかけて包帯をぐるぐる巻きにした怪我人で、ちょうど歌姫が出現した時のように、ふらふらと橋の上へ立ち現れて、ひどく弱り切った風情で、暗い水面を覗き込んでいた。それを通行人から知らせを受けた警官が、セミを捕まえるようにして捕らえたのだ。怪我人は歌姫と違って少しばかり抵抗した。が、すぐにおとなしくなって本所へ連れて行かれた。この報告を線路の踏切小屋の近くで受け取った司法主任は、駆けつけた警官に向かって直ちに口を切った。で、その気違いは着物かどこかに血をつけていなかったか？少しもつけていません。ただ、どこかへ寝転んでいたと見えて、頭の包帯へわらくずみたいなものをたくさんつけていました。すると司法主任は、そばの松永博士と、ちらっと顔を見合わせて笑いながら、よし、じゃあその気違いを赤沢脳病院まで送り届けてくれ。穏やかに扱うんだぞ。は。警官が去ると、主任は博士と並んで、再び線路伝いに闇の中を歩き始めた。いよいよ、わかってきましたな。博士が言った。まったく。主任が大きくうなずいた。それにしても、一体、どこへ潜り込んだのでしょうな。
あちらこちらの闇の中で、時々警官たちの懐中電灯が、ホタルのようについては消え、ついては消えした。だが、10分と歩かないうちに、突然前方の線路の上らしい闇の中から、懐中電灯が大きく弧を描いて、わーい!と叫び声が聞こえてきた。どうした?司法主任が思わず声を張り上げた。すると続いて向こうの声が、主任ですか?ここにおります!死んでおります!こちらの二人は一目散に駆け出した。まもなく警官の立っているところまで駆けつけると、主任はそこでとうとう恐ろしい場面にぶつかってしまった。線路の横にぶっ倒れたトントンは、ちょうどレールを枕にするようにして、その上へ頭を乗っけていたらしいが、すでにその頭は無残にも微塵に引き砕かれて、あたりの砂利の上へ飛び散っていた。やがてトントンの死骸をとりあえず線路の脇へ取り除けると、主任と博士は早速簡単な検視を始めた。が、間もなく主任は耐えかねたように立ち上がると、誰にもなくつぶやいた。いやあ、どうも、実に恐ろしい結末ですな。すると、まだトントンの死骸の前へうずくまるようにして、しきりにその柔らかな両足の裏をひねくり回していた博士が、不意に顔を上げた。結末?と、鋭くなじるように言って、博士は、だがひどく焦然と立ち上がった。どうしたことか、今までとは打って変わって、その顔色はひどく青ざめ、激しい疑惑と苦悶の色が顔いっぱいにみなぎっていた。待ってください。やがて博士がうめくように言った。そして、にがりきって顔を伏せると、惑うようにしばらく、ちらちらと、トントンの死骸を見合っていたが、やがて思い切ったように顔を上げると、そうだ。やっぱり待ってください。あなたは今、結末と言われましたね。いやあ、どうも。私はとんでもない思い違いをしたらしい。主任さん、どうやらまだ、結末ではなさそうですよ。なんですって?とうとう主任はたまりかねて詰め寄った。すると博士は、主任の剣幕にはお構いなく、再びちらっとトントンの死骸を見やりながら、妙なことを言った。ところで、赤沢院長の死体は、まだ、あの脳病院に置いてありますね。4。それから20分ほど後、松永博士は、ほとんど無理やりに司法主任を引っ張って、赤沢脳病院へやってきた。夜のハゲ山では、雑木の梢が風にざわめき、どこかでしきりに袋が鳴いていた。博士は母屋で鳥山右吉を捕らえると、院長の死体を見たい旨を申し出た。はい、まだお許しがございませんので、お通夜も始めないでおります。言いながら右吉は、ろうそくに火を灯して、病者の方へ二人を案内していった。二号室の前を通ると、部屋の中から、帰ってきた歌姫のソプラノが、今夜はさすがにつぶやくような低音で聞こえていた。三号室の前まで来ると、電気のついたすりガラスの引き戸へ、大きな影をのめらして、ガラッと細めに引き戸を開けた怪我人が、いぶかしげな目つきで、人々を見送った。四号室から先は電気が灰灯になっているので、廊下も真っ暗だ。宇吉は、ろうそくの明かりに影を揺らしながら、先に立って五号室へ入っていった。まだ、棺ができませんので、こんなお姿でございます。宇吉は言いながら、ろうそくを差し出した。院長の死骸は、部屋の隅に油紙を敷いて、その上に白布をかぶせて寝かしてあった。博士は無言ですぐにそのそばへ寄り添うと、かがみ込んで白布を取り除けた。そして死骸の右足をぐっと持ち上げると、宇吉へ、明かりを見せてください。
と言った。震える手で浮地がろうそくを差し出すと、博士は両手の親指で死骸の足裏をぐいぐいと揉み始めた。揉み始めたのだが、その足裏はどうしたことかひどく硬くてへこまない。どうやら大きなタコらしい。博士は今度はもう少し足を持ち上げて、その親指の先を明かりの前へねじ向けるようにした。明かりに向けられたその親指は、だがなんと大きく膨れ上がって軽石のようにコチコチだ。途端に浮地がろうそくを落とした。不意にあたりが真っ暗になった。そしてその真っ暗な闇の中で泣くともわめくともわからぬ世にも恐ろしげな浮地の声が。うわあ、それ、トントンの足ですわ。けれどもその声がやむかやまぬに、もう一つ別の松永博士の鋭いつんざくような叫び声が、激しい足音とともに闇の中を転げるように戸口の方へ突っ走った。主任、すぐ来てください。続いて廊下で激しい足音が入り乱れたかと思うと、何かが引き戸へぶつかって、じゃりんとガラスの砕ける音。おったまげた司法主任が夢中で廊下へ飛び出ると、二つの争う人影が三号室の前で四つに組んで転がっている。駆けつけて戸惑って、だがすぐ頭の白い包帯を目印に二十巻の主任の巨体がそっちへガウンとぶつかっていった。怪我人はすぐに捕らえられた。手錠をはめられると、ふてくされてその場へベタンと座り込み、まるで夢でも見たように、妙に浮かぬ顔をして目をパチパチやり出した。松永博士は腰を揉みながら立ち上がると、片手でズボンの塵を払い払い。私は格闘したのは、これが初めてです。司法主任はとうとうたまりかねて、一体、これは、どうしたと言うんです?すると博士は、怪我人の方を見ながら、とぼけてるね。本当にとぼけてるのか、わざととぼけてるのか。これから実験してみましょう。そう言って、怪我人の前へ鏡込むと、目だけ覗いている包帯頭の顔をじーっと睨みつけた。怪我人が再びもがき始めた。主任さん、しっかり捕まえていてください。そう言って博士が、怪我人の頭へさっと両手を差し伸べると、相手はがぜん死に物狂いで暴れ出した。主任は向きになって押さえつける。とうとう二人は力余って立ってしまった。博士も続いて立ち上がると、容赦なく頭の包帯を解き始めた。白い長いその布が暴れながらもだんだんほどけて、下から、顎、鼻、頬、目、と、今まで博士の後ろで立ちすくんでいた浮地が肝を潰したように叫んだ。いやいや、これは、先生!まったくみんなの前には死んだはずの赤沢医師が青い顔をして突っ立っていた。警察から差し回された自動車の中で松永博士は言った。こんな狡猾な犯罪は聞いたことがありませんね。いつも脳みそを詰め替えろと叱られた狂人が、とうとう狂人らしい率直さからその教えを実行してしまったと見せかけて、実は逆に狂人の方を殺して自分が死んだようなふりをするなんて。なるほど。荒治療で脳みそを取ったりすれば、顔なんぞ誰の顔だかわからなくなってしまいますからね。着物を取り替えておきさえすれば、それでいいんですよ。だが院長、トントンと怪我人の死体を間違えるなんて、えらい失敗をやったもんですね。え?ああ、名手屋のおかみの見た男はトントンじゃなくて、無論院長ですよ。誰かにああいう場面を見せておいて、線路へ来ると、あらかじめ殺しておいた怪我人の頭を
いかにも脳みそを詰め替えるために、トントンが自身でしたように見せかけて、記者に引かしたわけでしょう。このあたりはさすがにその道の人だけあって、狂人の心理を巧みに捉えていますよ。だが、怪我人を殺しておいて、そのくせ自分で事件の結末を早く完全につけるために、怪我人に化けて、わざと一時捕まったからいけないんですよ。そうすれば、嫌でも私たちは線路で死んだ男をトントンだと思うんですからね。思うだけならいいんですが、そのトントンの足裏に、畳をへこますほどにいつもこすりつけていたその足裏に、タコがなかったりしてダメになったんです。そうだ、あれは先に病院で怪我人の方を殺して、線路のところでトントンを殺すと完全に成功しましたよ。そして2、3日のうちに、どこからか引き取り人が来たとでも言って、偽の怪我人は赤沢脳病院から永久に姿を消す。それから一方赤沢未亡人は病院を整理して物件を金に変え、そうだ、きっとあの院長には莫大な生命保険もついていますよ。そして金を握った未亡人は一人でどこか人に知れない片田舎へ引っ越してゆく。そして、そこで死んだはずの主人とうまく落ち合う。大方、そんな風にするつもりじゃなかったでしょうかね。いやー、とにかく、あの院長も気の毒なくらい焦っていたらしいが、しかし、どうも、ああいう無邪気な連中をおとりに使っての、こんな残酷な仕事には、好意は持てませんね。博士はそう言って司法主任の顔を見たが、ふと何かを思い出して、いまいましそうな顔をしながら、ちょっと威厳を繕って付け加えた。いやー、しかし、いずれにしても、この事件には教えられるところが多々ありますよ。誰でも気をつけなければいけませんな。